ごめんねお母さん、こんなことになって。ボロボロになった私が行き着いた先は実家の母の元だった。何言ってるの、あなたの実家はここ、いつだって戻ってきていいのよ。母は花を生けながらそう言って私を慰める。私の名前はルリ、38歳の会社員だ。3年前私は実家に戻ってきた。その理由は離婚だ。元夫は前の会社の上司で、出会って1年で結婚。仕事を辞めて家庭に入ったけど、元夫はモラハラ夫だった。母に心配はかけたくないと詳しい話はしなかったけど、精神的にボロボロになり、最終的に実家へと戻った。母は昔から実家で華道教室を開いていて、71歳になった今でも生徒たちに教えている。私は地元で就職先も見つかり、今は母と二人元気に暮らしている。父は随分前に亡くなっているし、兄は結婚して家を出ていた。母とは昔から仲が良かったから、休みの日は一緒に買い物に行ったり、温泉に連れて行ったり、楽しく生活を送っていた。しかし、事態は急変する。兄が実家に電話をしてきて、たまたま私が出たら、来月から実家で生活させてほしいといきなり打診してきた。理由を聞くと、兄は部署の移動で実家の近くの支店に行くことになり、家を借りるお金ももったいないから実家に住みたいという。兄嫁もそれに賛成しているらしい。だからルリは来月までに出て行ってくれよ。平然という兄に、どうして私が出て行かないといけないのかと問い詰めたが、私も兄嫁も気を使うだろうの一点張り。それならおとなしく兄夫婦で家を借りるべきではと提案したけど、長男は俺だぞ、いずれ俺が継ぐんだから出て行くのはお前の方だろうと一方的に電話を切った。私と兄は年が8つ離れているのもあり、同居していた頃もあまり話さなかったし仲が良くない。兄は父からこの家の長男だと言われていて、家を継ぐのは俺だとよく言っていた。でもこの家には継ぐべきものなんてほとんどない。父はこの家を残したものの浪費家な面があり、財産はほとんど残さず亡くなった。兄は両親の面倒を見たこともなければ実家に顔も出さない。長男らしいことなんて少しもしていないのに、口だけは達者だ。私だって兄夫婦と同居なんて嫌だ。兄嫁は私より10歳年上で、私が挨拶をしても無視するし、長男の嫁だから実の娘よりも優遇されると思っているようだ。父が亡くなった時に関係のない兄嫁まで首を突っ込んできて母が怒ったこともある。お金が欲しいという割には子供もいないのに専業主婦なのも疑問だ。母に事情を話し、私は出て行く準備を始めた。母は、ルリが出て行く必要なんてない。兄夫婦に来ないように言うから。と言ってくれたが、あの兄が母の言うことなんて聞くはずがない。今後兄夫婦を追い出すか、母がここを出るかという選択肢があるが、今それを考えている時間はない。私はひとまずマンションを探し、急遽そちらに引っ越す。母は私も引っ越してしまったし、こうなったら同居は構わないという。でも兄嫁も専業主婦だし、お互いの家事はお互いにやることと注文をつけた。また私は少しばかりではあるが、家賃を母に払うことを兄夫婦に約束させた。私は実家を出たものの、何かあってもすぐに行けるよう車で10分ほどのマンションに住んでいる。母とは頻繁に連絡を取っているけど、今のところ母は特に生活で困っていることはないという。私は少し安心していたが、1ヶ月後、事件が起こった。兄夫婦は母に家賃を納めないと言ってきたらしい。私からも兄に連絡をしたが、やっぱり家族なのに家賃を払うなんておかしい。自分の実家に戻ってきただけ。いずれここは自分が継ぐのに家賃なんて払う必要がないと兄が主張し始めた。
でも母が住んでいる家だし、今は母が名義人だ。父の遺産相続の時、みんなで話し合って決めたことだ。そう言っても拉致が開かない。私は対策を考えるもいい案は浮かばず、半月が過ぎた。するとある日職場に電話がかかってきた。母が転んで病院に運ばれたという。私は会社を早退して急いで病院に向かった。母が転倒したのは買い物から家に帰ってくる途中の階段。スーパーに行くにはちょっとした階段を上がっていくのが近道だ。買い物帰りにその階段を降りているところで転び、階段から落ちて骨折してしまったそうだ。母は今年で71歳。さすがに足を骨折してしまっては、しばらくは日常生活にも支障が出るし、今後の生活はどうなるかわからないと言われた。私のマンションは狭いので母を連れてくるわけにもいかず、やはり母は実家で療養するしかないだろう。兄夫婦に母の病状を伝えると、兄嫁は介護を拒否、兄も私に押し付けてきた。そりゃそうなるか。母だって兄嫁に介護されるのは嫌だろうし、私は自分の手が回らない時は介護ヘルパーを頼むことにした。母もその方が気楽だという。せめて通院くらいは兄に付き添ってほしかったが、仕事が忙しいと拒否された。母はしばらく寝たきりだけど、ヘルパーさんの力添えで何とか生活している。後日私が実家によると、兄嫁が、寝たきりとか邪魔なだけなんだけど、あんたが連れて出て行ったらいいのに、と私に言ってきた。いつもは言い合いになるのも面倒だから言い返さないけど、この時ばかりは思わず反論してしまう。だったら、あなたたちが出て行ってくださいよ。兄嫁は私が言い返すとは思っていなかったのか驚いたけど、次の言葉はこうだ。出て行ってもいいけど、無駄な家賃がかかるんだから、あんたが家賃払ってくれんの？話にならなくて呆れてしまう。兄嫁は私を睨みつけて出て行ってしまったので、話はそれっきりになった。それから半月後、年末を迎えたけども、私はいつもと何ら変わらない生活で、その日も実家に足を運ぶ。実家に入ると、玄関には何やら大きな荷物が置いてある。すると、中から出てきた兄夫婦が珍しくにこやかに声をかけてきた。お前正月暇だよな。俺たちハワイ旅行に行くから、ババアの世話よろしくな。はあ？私は思わず声が出た。だって寝たきりなんだから連れて行けないでしょ？元気だって連れて行く気なんてみじんもないだろうに、兄嫁がわざわざそう言ってくる。私は怒りしか感じなかった。でも兄夫婦は私を押しのけて玄関で靴を履き始めた。これから出るから、あとよろしく。今から？だったらせめてもう少し早く言えないのか？私は念のため確認をした。いつ帰ってくるの？兄夫婦は1週間だと笑う。そんなお金どこから？兄嫁はいつもお金がないと言ってくるので、どうしてそんな贅沢ができるのか。すると、とんでもないことに。ババアの保険金が入るだろ？医療保険には入ってたみたいだし、そこそこ保険金が降りるみたいだからな。と、自信満々に言った。その保険は母自身が支払っているし、母のお金であって、兄夫婦が使うお金ではない。なんてことを考えているのかと私は文句を言おうとしたが、兄夫婦は飛行機に遅れると言って慌てて出て行った。人の話を聞かないのは相変わらずだ。でもそれならそれで好都合。私は足早に母の部屋に行き事情を話した。寝たきりと思わせていた母は、よし、本格的にあいつら捨てるか？と起き上がる。母は華道の先生をしていて、普段は丁寧な口調だけど、実は勝ち気な性格だ。怒っている時は少し口調が荒くなる。母はリハビリの真っ最中で、まだ杖が必要とはいえ、寝たきりの状態よりはかなり回復していた。
私と母はある作戦を練っていたので、兄夫婦には寝たきりだと思わせていたのだ。母は電話をかけ始める。しばらくして外が騒がしくなったので、私は母を支えながら玄関に向かった。家に来たのは母の華道教室の生徒さんやその家族。母は地元では顔が広くて、生徒さんたちからも信用されているので、母が困ったことがあれば駆けつけてくれる人が多い。生徒さんの中に不動産屋で働いている人がいて、私と母の住居を探してもらっていた。いつでもここを出られるように荷物はほとんどまとめていたし、引っ越し屋や運送業で働く生徒さんに手伝ってもらい、荷物を運び出す。兄夫婦の荷物は荷ほどきされていないものが多かったので、そのままトランクルームへ。あっという間に実家から荷物がなくなった。私と母は兄夫婦に愛想を尽かし、絶縁する計画を練っていたのだ。母は実家を売却しようと前から検討していたので、ひとまず家には入れないようにして保留。私たちは新居に移った。みんなのおかげで母への負担も最小限で引っ越しを終えた。新居には母が華道教室を開けるスペースもある。母にはこんなに味方がいると知って、私はとても誇らしくなった。1週間後、案の定兄夫婦から私へ電話が来た。家に入れなくなってるんだけど、お前何か知らないか？私は平然と答える。私がお母さんを引き取ったから、そこからはもう引っ越したのよ。兄さんだってその方が良かったんでしょ？突然のことに混乱しているらしい兄が、え、どういうこと？と言ってくる。そんなに難しい話じゃないんだから、一度で理解してほしい。呆れながらも私がもう一度説明してあげると、兄は大きな声を出す。じゃあ俺たちはどこに住めばいいんだよ？電話口の兄の隣では兄嫁も何やら同じようにわめいているが、そんなのは知ったことではない。好きなところに住めば？お母さんは通院も日常生活の手伝いも何一つしてくれなかった兄さんとは絶縁するって。その家は売却するつもりだから、もう住まわせないって言ってるわよ。再び丁寧に説明してあげると、兄はまた大きな声を出す。なんでだよ、母さんの介護はルリが全部引き受けるって言ったからだろ。その言葉に私は呆れてしまう。随分と都合のいい記憶ね。私は少しでもいいから手伝ってほしいって言ったのよ。だけど自分は仕事で忙しいとか、長男なのにどうしてそんなことをとか言って私に押し付けたのは兄さんよ。私だって仕事をしているのに、実家にも通ったし、介護ヘルパーを探すのも私がやった。長男だったらこんな時くらい長男らしいことしてよ。兄さんたちは夫婦揃ってただの金食い虫なのに、よく長男だなんて大きな顔してられるわね。恥ずかしくないの？そこまで言うと、さすがに兄も反論できなかったようだ。すると電話口が兄嫁に変わった。あんたね、何勝手なことしてるのよ。だったらあんたが家賃払いなさいよね。そしたらこんなボロい家すぐに出て行ってやるわよ。なぜか威勢のいい兄嫁。私は淡々と言った。私があなたたちの家賃を払う意味がわかりません。それにボロい家だって言うなら早く出て行けばいいじゃないですか。誰があなたにその家に住んでくれって頼みました？勝手にそこに住むことを決めたのはそっちですよ。私を追い出したのもそっちです。それに家賃のことですけど、払わないといけないのはあなたたちです。母から家賃を払うように言われていましたよね。一度も払ってないそうじゃないですか。兄夫婦は結局実家に住んでいる間の家賃を一銭も払っていなかった。だから身内同士で家賃を払うなんておかしいじゃない。そしたら何のために同居してるっていうの？それに私たちがいなかったらお母さんは一人暮らしで心配でしょ。兄嫁はトンチンカンなことを言ってくる。そこにはもともと私が一緒に住んでいたので、あなたたちが来なくても全く問題ありませんでした。むしろ
あなたたちが勝手に同居を決めたことで私は追い出され、余計な心配が増えたんですよね。母の介護をしてくれていたならともかく、何もしないのに同居したらただで住めるなんて甘いですよ。お姉さん、ちょっと世間知らずすぎじゃないですか。それに家賃に関しては身内だろうとなんだろうと契約書もきちんと作成しているので支払い義務は生じています。きっちり回収させてもらいますから覚えておいてくださいね。私はそう言って電話を切った。母は私の電話が終わると私を見てにやりと笑う。いつかお灸を据えないとと思っていたけど、あいつらにとってはとんでもないことになったわね。母は内心かなり怒っているようだ。私はその言葉にうなついた。兄夫婦は楽しんできたハワイ旅行が一瞬で台無しになる出来事だ。今までの兄夫婦への仕返しには最高のタイミングだったと思う。兄夫婦が実家に住むことになった時、母はきちんと契約書を作成し、兄の夏印ももらっている。それでも家賃の支払いがされなかったので、徹底的にやると母が奮起した。知り合いの弁護士に間に入ってもらい、兄夫婦の現在の住まいがわからないので、兄の会社へ督促状を送り、連絡することになった。すると兄から私のところへ怒りの電話が来る。会社に督促状を送ってくるなんてどういうことだよ。しかもたった3ヶ月分の家賃だろ。なんてことしてくれたんだ。兄は怒り狂っているが、そういう性格なのは重々承知だ。私は冷静に対応した。たった3ヶ月分って言うなら今すぐ払いなよ。お金がないって言ってる割にはハワイ旅行なんてして散財してるし、お姉さんは専業主婦のまま、それで家賃が払えないなんておかしいわよね。それと兄さんがハワイ旅行で当てにしてたお母さんの保険金だけど、もちろん受け取り人はお母さんだし、兄さんたちには一銭も入らないからね。年が明けてから母が保険会社に連絡したところ、すでに兄から保険金の請求の電話が来ていたそうだ。でも本人からの請求でないと対応できないと言われ、兄は暴言を吐いて電話を切ったという。しかもそれが一度だけではなく何度も。他にも営業所へ押しかけて暴れたり、言いがかりをつけて金品を強要したりしだした。あまりにひどかったため、保険会社も兄を訴えようという姿勢だ。こんな性格の兄とどうして兄嫁はうまくやっているのかと思ったけど、兄嫁も他人を攻撃しまくっているので、兄夫婦は似た者同士で仲良くやっているようだ。兄は結局保険会社からも訴えられることになった。さらに今回の騒動が会社に伝わり、周りからひそひそされるようになったらしく、居づらくて仕事を辞めたという。すぐに再就職ができると思っていたらしいけど、夫婦揃って考えが甘いなと呆れてしまう。その後兄夫婦は住む場所がなくて兄嫁の実家に行ったという。母の介護をして同居をしていたのに、治った途端に用済みだと追い出されたと話していたらしく、兄嫁の父親から母に連絡があり、母が一部始終丁寧に説明したところ、兄嫁の父は激怒。二人は再び追い出されたそうだ。その後は近くのアパートに暮らしているとか聞いている。兄は再就職先を探しても見つからず、兄嫁もしぶしぶスーパーだかのレジで働いているそうだけど、あの兄嫁に接客業ができるとは思わない。せいぜい世間に揉まれればいいと思う。母は弁護士を通した甲斐あって家賃もしっかり支払ってもらった。ちなみに実家は解体し、今は不動産屋に任せて駐車場を経営している。その後母の足はほとんど治り、一人でどこへでも行けるようになった。華道教室も再開できて、母は毎日楽しそうにしている。ルリがいてくれたから今こんなに楽しいのよ。そう言ってくれた母の笑顔が心に染みた。少しは母に恩返しができたのかなと思っている。そんな中、私はこの間の引っ越しの手伝いに来てくれていた華道教室の生徒さんのお兄さんと意気投合。なんとその後スピード婚をした。まさか
こんなところに出会いがあるとは思ってもいなかったけど、母も喜んでくれている。再婚した夫との生活はとても楽しくて、以前のモラハラ夫との生活とは大違い。もうすぐ母に初孫を抱かせてあげられる日が来るので、今はそれも楽しみだ。